はい、こんにちは、健太です。お正月もすっかり終わって、もう皆さんいつも通り働いている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただ緊急事態宣言がね、首都圏、関西の方も、もしかしたら、発出されるということで、なかなか、お出かけできずにいます。こんなことに、ね、なるとは思わず、お正月にじゃん、工事山荘でお買い物しちゃいました。たっぷりちょっと紹介していきますね。よいしょ、まだ開けてないんですけど、じゃん、スポルティバの、なんだっけ、ネパールエボっていうものですね。お正月に工事山荘に行って、たっぷりね、時間、使って、相談させていただいて、これにしました。これと、なんだっけ、スカルパの靴と、かなり迷いました、最後の最後まで。ただ、こっちの方が保温性が高そう、もう履いた時にね、あったかそうだなっていう風に感じたので、こちらにしました。ただ、スポルティバ使ってる方、かなり多いって聞くので、まあ天の弱な性格なので、人と同じなのは基本的には嫌いなんですけども、まあ自分が履いてて気持ちいい靴ということで、これ、スポルティバ、ラスポルティバかのネパールエボ、こちらにしました。普段の登山靴でも中敷きを、使ってるんですよ。で、今回も中敷きを相談したら、こちらをおすすめしていただきました。まあ多分有名なので知ってる方も多いと思うんですけど、スーパーフィートの、普段は僕青履いてるんですけど、これはレッドで保温に特化したモデルらしくて、もう入れてくれてるんですけど、これですね。で、まあもちろんふくらはぎがこう浮いてアーチをサポートしてくれるのはもちろんなんですけど、裏にこの反射板、熱を放射してくれるこういう銀色のシートがあるのと、その上が分かんないよね、結構、スポンジみたくなってて空気を含む層が1枚あるんですね。その、2つの効果で、まあ、足先が冷たくなりにくいっていうモデルだそうです。試し履きはしましたけど、まだ実際には使ってないんで分かんないですけどね。雪山に行くんだったら、やっぱり必要なのが、じゃん、これ中身違うんです、中身というかメーカー違うんですけど、アイゼンも買っちゃいました。これがね、12本詰めで10本と迷ったんですけど、まあ店員さんのおすすめでね、こちらでいいんじゃないかということで、ワンタッチ式のものです。セミワンタッチとワンタッチっていうのがあるそうなんですけども、で店員さんに聞いたら、慣れてしまえばどちらも大差ないっていうことでした。でセミワンタッチ式の方もおすすめされたんですけど、まあ、夏靴で、例えば雪渓を歩くとかそういう時にはそっちでいいけども、状況によっては軽アイゼンとかチェーンスパイクとかでも大丈夫ですよっていうことだったので、まあ、とりあえずはこれを、まあ、そっちよりも少しこっちが安かったので、購入しました。これは名前なんて言うんだろう、これはメーカー名ですかね、のオーマ、ちょっと調べて書いておきます。です。でワンタッチなので、これもねお店の人とつける練習をさせてもらったんですけど、一応ねこのここに長さ調節できて、これがカーブがついてるんですけど、これが外側らしいです。なのでこれは右足用ですね。ちょっと映らないんであれですけど、まあ先端に、わかりますかね、ここボコってしますよね。そこにこのワイヤー、ここにワイヤーがあるんですけど、これを刺します。で今度ここにね、こういうはまるとこあるので、これをかかとに入れます。しっかり、ここですね、はまりました。でこのバックルみたいな、もうスキーのねビンディングと一緒ですね。ここね、やっぱりかかとに溝があるので、
溝にはめて持ち上げるんですけど、ちょっと待ってくださいね。怪我しそうで。はい、こういう感じではまりました。してこの紐を前にね、この輪っかがあるのでここに通します。こうですね、通します。で、この時ここがねじれたりしないようにする方がいいそうです。で、ある程度こっちでね引っ張ってあげて、で反対側にこういう輪っかがついてるので、輪っかがね2本あるんですよ。2本あるんですけど、まず両方いっぺんに通します。ね、この時もねじれないように。それで手前側の今回の場合は黒い輪っかの方に折り返します。こうですね。で、これを締める。本当はね、もう少ししっかり締めて、で、まあ、余った部分はで長すぎるので、ここのね最後引っ張る部分の長さを残して、余ってるところはこの辺で切っちゃってください。切ってライターで炙ってほつれないようにしてくださいっていうふうに言われました。なんか買った時は人と同じ嫌だなと思ったけど、かっこいいっすね。楽しみ。まあ、でもね、いつ行かれるかな。では外す時はこれを、まあ、普通のバックルと一緒ですね、引っ張ると緩むので逆の手順で外せば OK です。やっぱりこのままじゃ持っていかれないのでアイゼンケースですね。もうこれは何でもいいやと思って一番安いやつお願いしました。で、なんかしまうときは前後をまず逆にして、で爪側をお互い噛み合うようにというか内側にするといいみたいです。で、ロールトップになっているので、なんかベルトとかに通せる穴もこれついてました。それとアイゼンって爪がついてるので、足のね裾に引っ掛けたりするとすぐ破けてしまうんだそうです。で、それを防ぐ意味、まあ、あとは雪が靴の中パンツの中に入らないようにするのにゲーターも、買いました。ゲーターもね何でもいいかなと思って、今回は C2 サミット、お店で一番安いのにしました。ハードシェルの場合はパンツの内側にあのガードみたいなのがついてたりすることもあるみたいなんですけども、まあ破れて買い替えるなら絶対こっちの方が安いので、これにしました。はい。で、このスポルティバ、一切値引きとかセールとかしないそうなんです。ただ今回はお正月の1日2日3日限定で、工事山荘の会員だけなのかなに、福シールっていうのがウェブ上で申し込むともらえて、そうすると何でも店内のもの何でも 20% 引きになるっていうのがあったので、それをもちろん使いました。で、スポルティバこれが定価が6万8000円、むっちゃ高い6万8000円なんですけど、この靴にその福シールの 20% 引きを使って、だから1万4000円弱だから5万4000円ぐらいになったのかな。で、かつ町田店の工事山荘に行ったんですけど、今町田市が PayPay 20% バックをやっていて、1日の上限度が5000円なので2万5000円分をペイペイで支払って、工事山荘のポイントも8000ポイントぐらい残ってたので使って、残りは全部楽天のポイントで支払ったので全部買って、僕が支払ったのは実質2万円です。やった、超お得。まあ楽天のポイントがねかなり溜まってたというか、まあ貯めてたんですけど、車のねタイヤを交換しなきゃいけなかったので、そちらも楽天のタイヤを買うとポイントが
倍になるとか、お買い物マラソンとか、なんかそういうのをうまく使って、支払ったので、がっつりポイントが入ったので、それも使いました。もうかなり、お得に買えたので大満足。2万円ですよ、全部入れて2万円。まあそうじゃなくてもね、その福シールド 20% 引きで6万8000円が税抜きですけど、6万8000円が5万4000円でしょ、かなり大きいですよね。まあ他の時期にやってるかどうかは知らないですけど、あ、さらに 10% の工事算数のポイントが確かついたはずです。なので実質2万円より下ですよね。いくらなんだろう、なので1万円ちょっと実質ね。なのでかなり大満足で、本当はね、お休み使って雪山、まずはね、スノーシューとか行ってみたいなと思ってるんですけど、そのつもりだったんですけど、緊急事態宣言で、まあもちろん不要不急の外出控えるようにと、東京都からは都外になるべく出ないようにっていうことなのでね、とりあえず我慢、我慢だよね。せっかく揃えたのに、今年はって思ってたのに、膝も良くなったのに。まあでもこの状態が落ち着くのがまあ最優先なので、それまで眺めて我慢します。はい、まあというわけで今回は工事算数でお買い物しちゃったっていう動画でした。今年使えないなんてことがないように祈りますね。まあ大変な状況ですけど、なんとかね、皆さんで乗り越えましょう。僕もなんとか頑張って、動画撮ります。はい、というわけで今回は、以上となります。またね、皆さんにご報告できるようなことがあったら動画作りたいと思いますので、またよろしくお願いします。で、ちなみに Twitter と Instagram、 こちらもねやってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは、また次の動画で会いましょう。ではまた。